皆さん、エーペックス上手くなりたいって思わないですか？僕もね、上手くなりたいなって思うんですけど、やっぱいろんな方に聞いたら、訓練場こもれとか、カジュアルひたすら行けとか、上手い人の動画片っ端から見ろとか、まあいろんな意見が飛んでくるんですよ。これに共通してるのって、時間がね、結構やっぱかかってしまうんですよ。なんとかして、一時的でもええから力を伸ばすことはできひんかと。その時、私の脳内で一つのひらめきが出ました。もしかして、これアダルトビデオ見たら一時的に上手くなるんちゃうかっていう、俺、このためにファンザで買ったからな。ほな、この検証やっていきましょうか。行くぞ。ちなみにタイトルが、野宮アリスさんという方の、最近僕だけが知っている素顔。なんか俺、案件じゃないからな。高校の時ほんまに点数上がったんよ。嘘じゃなくて、ほんまに。よしよし、やってきましたよ。さあ、ちょっとね、後ろでアダルトビデオを今流してるんですけどもね。もう頭がこんがらかりそう。気が狂いそうです、今。エーペックスのね、試合が終わるまで、私は正常にいられるのか。いや、これ非常に怖いところですね。ほーれー。普段も興奮してますけどね、なんと私自身も興奮しております。待て。あ、どうも、編集中の裏木屋と申します。よろしくお願いいたします。今、ただいまのシーンがですね、至近距離の女性とお話ししているといった映像なんですけども、まあ、これ、後撮りで音声撮ってるんですけども、私一体何を解説させられてるんだという、もうとんでもないことが今発生しているんですけども、いや、これ女性すごい可愛いですね。見た目というか服なんですけども、服もね、結構ちょっと、まあ、際止めと言いますか、まあ、ゆるゆるの服を着ていますね。いや、これね、脳内ピンク色や。いや、でもこれ楽しいな。お前だけやろ。いや、でもこれ致命的な欠点を分かってしまった。足音一個も聞こえへん。完全に音量ミスや。やってもうた。うわ、もうこれも。折り返しつかへん。エイムすごいぞ。わお、これもアダルトビデオの効果やろ。いや、もう出てるわ。ワンマガや、ワンマガ。最高潮やな、今。テンション最高潮でやっていきます。今はですね、これからは何をするかという話をしていますね。まあ、私は絶対に今あなたと配信中とかでな、もしこれちょっと一時的に力を上げたかったら、もうこれ配信裏でこれアダルトビデオ流しながらやるしかないな。誰がやるねん、そんなこと。おい、やってるやつおらんやろ、さすがに。ええな、うわ、ちょっと待って、これ今、だいぶいいシーン来てるよ、今。速報です。現在、可愛い女性からキスをされている状況でございます。でもこのシーンとかはもう、裏のベルギア、裏ギアが、なんや。ちょっとナレーション任せ、ナレーションが皆さんにこうお伝えしてると思うんでやってるんですけど。現在朝なんですけれども、耳元、今回の奥丹さん結構行くな。もしかして奥丹さんも同じ AV ビューワーか？あ、大丈夫か？今ベルギアがですね、もうガチでアダルトビデオを見ながらやっていますので、私はちょっと裏のね、今シーンの解説をしていこうかなと思っています。ちょっとずつ、燃え上がっています。どんどん雰囲気良くなっていますね。どんどんね、女性の顔もトロンとしてきているように見えるんですけども、いや、これね、やっぱ私初めてファンザでビデオを購入したんですけども、やっぱね、もうロマンが溢れたね。すごかったよ。もう初めて見ましたけど、いや、たまらなかったね、本当に。ちなみに今回買ったやつは本当に直感で買ったんですけども、よくよく詳細を見たら、なんと VR 推奨って書いてました。あはー、お前エイムうまいな。すごいな、お前。これやっぱアダルトビデオの力ね、ちょっとあるんじゃ。あ、あ、ちょっと、あ、兄さん、これまずい。これちょっと男性が触っています。これふと思ったけど、俺の動画 R18 になれへんか。お、大丈夫か、信じろよ。おお、おお、わお、え、あかん。これも革命かもしれん。これもエイペックス界に革命が起きてる瞬間や、今。うわ、あかんぞ。これあかんぞ、お前。これちょすごいぞ。もうなんか、女性の声を聞くたびに、私の力がもう指数関数で伸びてる。これ2倍3倍どころじゃないぞ。えげついぞ。さあ、やってまいりました、裏ギアのお時間でございます。どうもこんにちは、こんばんは、裏ギアと申します。よろしくお願いいたします。ですね、やっぱ最近登録者もちょっとずつ増えていきまして、チャンネル登録者が9000人に行きました。本当に皆様のおかげです。ありがとうございます。アダルトビューのシーンが気になる。いや、わかりましたよ。じゃあちょっと紹介いたしましょう。今ですね、ちょっと私の上にいますね。幸せと言いました。うわー、もうその言葉を聞いても私ももう感無量でございます。はい、もうエイムしっかりしろ。ちょっと力が劣ってきてるか。あ、キスを2回、そして
3回ですね。いや、これもなかなか素晴らしいもんですよ。これ本当にもう皆さんにも見てほしいレベルですよ。本当に。本当にもうぜひ買ってね。うん。さあ、ここでワンピックを取れるかどうか、ベルギア選手負けたー